のあらすじを見ていきましょう。まずですね、このストーリーに入る前の出来事についてこちらで説明しておきましょう。はい、物語の本編に入る前に、悪友アイゼンシュタインとパルケ博士は、アイゼンシュタインは蝶々の格好、そしてパルケ博士はコウモリの格好をして、そのパーティーに出かけました。ベロベロに酔っ払った挙句、一緒に馬車で帰っていた時にですね、パルケ博士が眠り込んでしまって、アイゼンシュタインはですね、パルケ博士を広場の真ん中に置き去りにして帰ってしまったんですね。朝起きてみるとですね、コウモリの格好でふざけた格好をして酔っ払って寝ているパルケを見た町中の人々は大笑いしてですね、とっても恥ずかしい思いをしながら帰ったという苦い思い出を持っているわけです。それから時が経って、今日このコウモリの作品の場面になります。アイゼンシュタインはですね、とても喧嘩っ早くてですね、公務員を侮辱し殴ったという刑でですね、刑務所に入れられてしまうことになっているんですね。で、留置所に行かなきゃいけないとなった時に、はい、さあこの機会を使ってコウモリは復讐するぞと言ってですね、ファルケ博士がある計画を立てるんです。はい、その計画がこのコウモリという作品の中で展開されていくわけです。それではこの本編について説明していきたいと思います。場面はアイゼンシュタインのお部屋です。で、アデーレがですね、手紙を仕分けていると、妹のイーダからオルロフスキー公爵のパーティーにあなたおいでよと誘いの手紙が来てるんですね。で、アデーレはなんとか行きたいものですから、奥様にですね、おば様が重いご病気でどうしても見舞いに行きたいんですけど、今晩お暇いただいてよろしいでしょうかと相談するんですけれども、ロザリンではですね、ダメよ、今日は主人がね、刑務所行きなんだから、あの、行ってくれなきゃ困る、もう絶対ダメと言われて、アデーレはですね、もう残念があるわけなんですけれども、そこへですね、奥様が一人で今にいると、テノール歌手のアルフレートがですね、大胆にもアイゼンシュタイン家のお家に入り込んでですね、ロザリンデに会いに来るわけです。今ここに仕事で歌いに来てるんだけど、今夜会えないかと誘うんですね。ロザリンデはアルフレートの気持ちのいいテノールの声にですね、あの、まんまと酔わされて、旦那さんも今日から刑務所行きだからちょうどいいと言ってですね、約束してしまうわけなんですよ。アルフレートを返した後で、旦那のアイゼンシュタインが弁護士ブリントを連れて帰ってきます。そしてこの弁護士のせいで刑務所の拘束期間がね、5日から8日に増えてしまった、もうこのヘッポコ弁護士と言って、ブリントとアイゼンシュタインとロザリンデのとても騒がしい三重章が始まります。そのヘッポコ弁護士ブリントを追い返した後で、ファルケ博士がですね、アイゼンシュタインの監獄行きを聞きつけて、励ましにアイゼンシュタイン家にやってきます。その部屋はファルケ博士とアイゼンシュタインだけになります。さあ、そこでファルケ博士は今回の計画をスタートします。というのも、今夜から刑務所行きだけれども、その前にちょっと楽しい思い出を作ってから刑務所に行ったらどうだいと言われるわけですね。オルロフスキー公爵邸で大舞踏会が開かれるから、お前はルナール公爵として参加すれば誰にもわからないから、ぜひおいでよと言ってですね、アイゼンシュタインもなるほどとですね、その舞踏会行きを決めてしまうんですね。2人で盛り上がってる最中にですね、ロザリンデはアルフレードと今夜過ごすことを決めてしまったわけですから、女中のアデーレが家にいるのではまずいわけですよ。なのでアデーレにですね、お暇をあげるんです。アデーレもオルロフスキーの舞踏会に招待されていたわけですから、そこに行けるとなったわけです。それで3人が3人ともみんなに内緒でですね、それぞれの思惑を実行できることになったので、とってもワクワクして嬉しいわけです。なんですが、今から監獄に行かなきゃいけないんだよ、辛いね
あの別れの時だよと言って、その3人が3人ともそれぞれの別れを惜しむわけです。これがとっても面白い30章になっております。その30章の後でアイゼンシュタインとアデーレはですね、オルロフスキー公爵の館に向かうわけですけども、それぞれが招待されていることをまだ知らないわけです。イーダからの手紙と言って、アデーレに出した手紙は実はアルケが書いた手紙だったわけです。アデーレとアイゼンシュタインが去った後で、ロザリンデはアルフレードを招いてですね、2人で主人のいない間楽しい時を過ごそうとするわけです。なんですけれども、そこへ入れ違いだったのか、刑務所長のフランクがですね、アイゼンシュタイン家に来るわけです。でそこで出くわしたのがロザリンデと、そしてもう一人の男性アルフレートなんですけれども、フランクとしましてはそのアルフレートがアイゼンシュタインだと思うわけですよね。なので旦那様を連行しに来ましたと言って連れて行こうとするんですが、アルフレートは、いや僕はアイゼンシュタインじゃないよと言うので、うん、なんだなんだとフランクは混乱するわけです。あなたがアイゼンシュタインじゃないと言ったら、私は浮気をしているっていう風に思われてしまうと思った、ロザリンデはですね、フランクにですね、こちらアイゼンシュタインです、私の主人ですと言ってですね説明するわけです。浮気なんかしているみたいな目で見ないでくれますかと言ってですね。で、アルフレートはですね陰でロザリンデにお願いされるわけです。お願い、私のために1日だけ私の旦那として刑務所に行ってくれない、好きな人のね頼みとして言われたアルフレードは、じゃあ最後に口づけしてくれたらしょうがない言ってあげるよと言ってですね、口づけを求めるんですね。もうロザリンでも、はあもうとか言いながらなんとか避けようとするんですけれども、そうこうしてる間に、もう長いなと言われてですね、フランクにアルフレードは身代わりとなってあの刑務所に連行されてしまうんです。ロザリンでは一人残るわけですけれども、実は、ロザリンでもファルケにですね、オルロスキー公爵の大舞踏会にぜひ来てくださいと、そして仮面を、絶対に仮面をつけて来てくださいという招待状をもらっていたんです。なのでアルフレードとの一夜を過ごせなくなったロザリンデは、代わりにそのオルロフスキーの舞踏会に行くことにするんですね。さあみんながオルロフスキー公爵の大舞踏会に集まることになります。2幕はオルロフスキー公爵の館が舞台です。アデーレはイーダと出くわします。ですがイーダは手紙なんて送ってないので、あなたから招待状もらったから来たのよって言ったアデーレにイーダは混乱するんですけれども、まあいいやと言って、とりあえずあの女中じゃまずいから女優のオルガ、そういうことにしときましょうと言ってですね、アデーレは女優のオルガとして舞踏会に参加しています。この舞踏会の主催者であるオルロフスキー公爵がですね、ファルケと一緒に話しているんですが、とても人生に退屈しているオルロフスキー公爵はですね、今日とても面白い見せ物を出してくれるということだけれども、それは何なんだというふうに話しています。ファルケ博士は、題してコウモリの復讐劇ですよと言って、今からいろんな役者が面白いことをするので見ててくださいねと言って、まず第一の役者アイゼンシュタインがやってくるわけです。アイゼンシュタインはルナール公爵という体で来ているわけですから、オルロフスキー公爵にルナール公爵ですと紹介を受けてですね、でそこでオルロフスキーはとてもお酒が強くてですね、大酒飲みなんですけども、ウォッカをですねアイゼンシュタインにですね振る舞ってですね、ベロベロに最初から酔わせるわけですね。僕の家に来たからには、まあ好きに過ごしたまえと言って、みんな好きに過ごすのが一番いいんだ、私と一緒に楽しく酒を飲めないものはこの館から追い出してやるというようなアリアを歌います。そうこうしているうちにアイゼンシュタインとアデーレがばったりと出くわします。はーとなってですね、お互いご主人様アデーレーとなるわけですよ。ですが2人とも別人として出席しているわけですから、ルナール公爵とオルガというわけなんですよ。
でもどう見てもお互いがお互いもう正体を分かってるんですね。なので似てるんですよねとアイゼンシュタインが言って、誰とですのってアデレが言うと、うちの女中にというわけです。こんなね、あの格式ある舞踏会に女中が参加出席してるなんてありえないということで、アデレはこんな綺麗でこんな素敵な女性が女中なわけがないでしょという有名なアリアを歌います。それでですね、ひとまずなんとか作ろうことができたアデレはそのままパーティーに参加し続けるわけですけども、そこへなぜかファルケからですね、こちらも来るように言われているフランクがですね、シュバリエ・シャグランというですね人物として招待されてやってきます。2人ともですね、あのフランス人ということでですね、フランス語で喋ってみろなのね、いろいろ無茶振りをされるんですが、まあなんとか2人で乗り切ってですね、意気投合してとっても仲良しになってしまうんですね。本当は連行される人と連行する人なんですけれども、そうとは知らずにね、2人は大の仲良しになってしまうわけです。その後ロザリンデが仮面をつけてやってきます。ロザリンデはですね、ハンガリーの貴婦人という体でファルケに言われてやってくるわけですね。美人なハンガリーの貴婦人なんだけれども、仮面を外すことができないんだということでですね、ファルケから紹介されたアイゼンシュタインはですね、僕のものになるように落としてやると言ってですね、素敵な懐中時計をちらつかせて、ロザリンデをロザリンデだとは知らずに口説くわけなんですね。まあロザリンデは仮面の中で何を思っていたんでしょうね。刑務所に行ったと思ったら、ぬけぬけとこんなところで楽しみやがってと思うわけなんですけれども、そこで2人でイチャイチャする二重唱を歌いながら、その懐中時計でですね、2人のドキドキしているこの心臓の鼓動を数えましょうと言ってですね、そういうゲームをやっている間に、ロザリンデはアイゼンシュタインのその懐中時計を奪って取ってしまうわけですね。これが後々証拠として出されるわけですね。遊んでいたでしょという証拠になるわけですよ。はい、そうこうしているうちにですね、みんなが集まって、人間みんな親しき仲兄弟なんだというような素敵な合唱を出演者全員で歌います。そうこうしているうちにですね、楽しい時間もあっという間、もう6時、鐘がその6時を告げた時にですね、アイゼンシュタインは、あー、牢屋に行かなきゃと言って慌ててですね、フランクも、あ、出勤しなきゃ、出勤しなきゃと言ってですね、2人で、仲良しになった2人は、じゃあ一緒にそこまで帰ろうかと言ってですね、オルロフスキーのパーティーを去っていくわけです。仲良く去っていくんですね。で、こんな面白い喜劇は、まあ、もう、またとないと言って、でオルロフスキーは人生に退屈していたけれども、今日この見せ物はとっても面白かったと言って、ファルケの見せ物は大成功のうちに終わるわけです。それでは最終幕3幕に移ります。こちらはフランクが所長を務めている刑務所になります。まず最初に登場人物として挙げたフロッシュがですね、とても面白いことをつぶやきながらですね、語りをですねする場面があります。はい、そこへですね、フランクがですねベロベロに酔っ払いながら刑務所に帰ってきます。帰ってくるところにですね、その後をつけてきたアデーレとイーダがですね訪ねてくるんですね。それでアデーレは自分の正体を明かすんですね。実はね、女優じゃなくて女中だったのよと言って、フランクは僕は女中の手にキスをしてしまったのかと言ってですね、わーっと後悔するわけなんですけれども、でもそのチャーミングなアデーレがですね、でも私本当に女優になりたくてパトロンを探してるのと言って、あなたパトロンになってくださらないと言ってお願いするわけです。私こんな才能があるのよと言って、いろんな女性の役を演じてみせて、それにメロメロになってしまった所長は素晴らしいと言ってですね、アデレのことを許すわけですね。でそこへですね、また誰か客人が来たということで、とりあえずここにこんな可愛い女の子2人と公務員の刑務所長が会ってるなんて見られるとまずいので、とりあえず部屋がないから
あの空いている監獄に隠れていてくれと言ってですね、2人を監獄に入れてしまうんですよね。さあそこで現れたのがですね、収監されることになっていたアイゼンシュタインなわけですね。でアイゼンシュタインはもう捕まりに来たよということでですね、入ってきたらそこにさっきのパーティーで会ったシュバリエ・シャグランがいるわけです。実はね、僕はシュバリエ・シャグランじゃなくて刑務所長のフランクなんですよとかって言うんですね。えーって驚いたアイゼンシュタインはですね、僕もあのルナール公爵じゃなくてアイゼンシュタインなんですよというわけですよ。でお互いがえーってなって2人とも混乱してるんですが、でもアイゼンシュタインは昨日私が確かに捕まえましたよ、そこの牢屋に入ってますというわけです。え、そんなはずはないと思ったアイゼンシュタインは、あ、俺がいない間に妻が知らん男と浮気をして、そいつは俺だと思って収監したに違いないと思って怒るわけですね。フランクはちょっとわけがわからないので頭を冷やしてくると言って、アイゼンシュタインが一人になった時にですね、よし、じゃあその浮気相手俺は暴いてやると言って、何か作戦はないだろうかと考えているところにですね、アルフレードに弁護を依頼されてやってきたブリントが登場します。ブリントの姿を見たアイゼンシュタインはブリントになりすまして聞いてやろうと企むわけです。それでブリントを騙してですね、ブリントの服を脱がせてですね、ブリントに変装したアイゼンシュタインがブリントになりすまして来るわけです。でそこにアルフレードを心配して見に来たロザリンデも刑務所に登場します。3人は鉢合わせるわけですね。アルフレードとロザリンデと弁護士になりすましたアイゼンシュタインです。昨日何があったか聞くわけです。ちょっとこうやって一緒に過ごしてて、ちょっと軽はずみでキスをしてとか、そういうものを聞くわけですね。アイゼンシュタインはもう我慢ならないと言って変装を解いてですね、奥さんとアルフレードの浮気を疑ったアイゼンシュタインがカンカンになって怒るんですが、さあここで2幕の証拠が鍵になるんですね。アイゼンシュタインが、ハンガリーの貴婦人を口説いている時に取られた時計、それをロザリンデが出すんですね。あなた、これで胸の鼓動をお数えになってませんでしたか。アイゼンシュタインがパーティーに行って他の女性とイチャイチャしようとしていたことがバレるわけです。それで、あのハンガリーの貴婦人はお前だったのかということになるんですね。はい、そこでネタバラシが始まります。実はこれはコウモリの復讐で全部僕が考えたシナリオだったんだよと言ってパルケが種明かしをします。じゃあこれはもう全部僕の悪い夢だったんだ、ロザリンでも浮気をしてたりしてなかったんだねと言っていい方向に話が進みます。全部みんなの芝居だったんだということで話がまとまります。アイゼンシュタインは奥さんに謝罪します。嘘をついてパーティーに行ったことも、そして他の女性を口説いてたことも、全ては全部シャンパンのせいなのだと言って言い訳をしながら謝ります。奥様も自分が本当はアルフレードと浮気をしようとしてたしということで、まあ今宵の事件はシャンパンのせい全部と言ってアイゼンシュタインを許すわけです。物語は一件落着となります。セラビー、コウモリのストーリーいかがでしたでしょうか。私はですね、このコウモリという作品が大好きで、というのもですね、やっぱりこう人間いろいろ弱いところもあると思うんですね。自分のこと他人のことも責めるより、自分のことも他人のことも許してあげようという、そういう哲学が書いてあることがすごく私は魅力的だなと思います。このコウモリという作品はオーストリアではですね、必ず年末年始に上演され、ニューイヤーコンサートでもですね必ず演奏される曲となっております。世界中で愛される作品なんですね。私自身も出演させていただくのがコウモリ3回目になります。そのくらい上演回数が多く人々に愛されている、そんな作品なんだと思います。それでは6月18日14時開演ですね、板橋区立文化会館でご来場お待ちしておりますので、皆さんぜひぜひ足を運んでくださいね。
それでは劇場でお会いしましょう。アディアント。